にちは。こんにちは。今回は、はい、五平餅。五平餅。五平。五平がある。ちょっとご飯がね。五平。ご飯が。ご飯が残ってるんで。うん、これをね、潰して、で、味噌ベースのタレをつけて、七輪で焼くと。甘いの？聞いたことない。ああ、そんな感じかもしれないですね。うん、名前は聞いたことあるけどね、物は見たことない。だからね、言います。おい、味噌。え、日本酒。日本酒、料理酒でいいですかね。料理酒でいいです。はい、みりんじゃん。みりんもいる。砂糖。砂糖。七味唐辛子。あとごま。七味。あとごま油。なんかね、それを、はい、分量はもういい感じにお願いします。ネギ油もあるよ。あ、いいね、いいね。ネギ油ちょっと、ちょうど料理機はちょっとね、優しく見守ってください。それは違いますって。お手柔らかに。お手柔らかに。手ごと料理。ご飯。お、おー、いい感じの固めがいいって書いてあった。なんか、めちゃっとしたタレを作ればいいのかな。そうですね。はい、じゃあご飯すりつぶします。これをね、このすりつぶすことをね、なんか生殺しっていうらしい。生殺しだね。みりんと、うん、酒と、砂糖。すりごま入れちゃおうかな。もういつまでこれつけたっけ。すりごま、いいね。すりごまと、いいごまと、黒ごまと、うん、なんか、くるみを入れたりもするって。なるほどね。ナッツ系のタレ。甘いのかな、じゃあ、砂糖。そうだよね。塩分系はないですよね。醤油入れたらまた違うものになりそう。醤油も入れる。入れる。あ、うん、ピリ辛、ピリ甘辛じゃあピリ辛の、はい、醤油タレを入れちゃいます。いい香り。うん、よう分からん。結構潰したよ。ごま油混ぜるやつ、それともそう、混ぜるやつ。混ぜるやつ少し。じゃあごま油も、まあ、炊き取らかさんやったね。あー、そっかそっか。じゃあ、割りまし。割りましに。ちょっと、味見。どう？美味しくない？どうかな？まあ、うん。うん。こんなんだろうね。うん。こんなんだろうかな？多分、焼けば。焼いたら、また。うん。まあ、こんな感じで。七味入れるの。あ、七味。七味もいっぱい入れる。よし、で、火つけていこうかな、俺、うん、で、これにつけて焼きます。はい、ということで、外に行きます。はい、火つけてます。燃えろ燃えろ。それでは、はい、これにタレをかけて焼いていきます。うい、焼いてからかける。かけてから焼く。かけてから焼く。あ、そうなのらしいよ。はい、じゃあ、棒に液を塗っていきます。はい、いきます。おー、いい音するやん。うわ、いい香り。ちょっと小玉さん、世話しょって。世話するよ、うん、おー、しゃ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 、斜めになって。おー、しゃ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 。むずがってやって。むずがる。
ンコロって落ちていきそう。でも美味しそうじゃない？うん、いい香りがするよ、うん、今のところ。今のところね、いい香りしてきたね。これはもうちょっとやった方がいいのかな。そうね、ちょっと遠火で。はい、これも、うん、あ、でもまだ全然焼けない、うん、じゃあ焼いていきます。はい、大変ですよ、うん、もう食えるんじゃね。焼け具合、はい、これめっちゃ、ありがとう。めっちゃ焼き加減いい。イエーイ、いいですか。どうぞ。いただきます。美味しいかどうかわかんないですよ。開け、うまい、美味しい、美味しい。うん、いただきます。辛っ。辛い、うん、いっぱい七味入れたからいや、なんだろうね、なんとも言え不思議な、めっちゃ不思議な味がする。柔らかい、焼きおにぎりでもないし、柔らかいおせんべいの味する。あー、せんべいだね、うん、うんうんうん、あ、でも美味しい。うん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 、なるほどね、柔らかいせんべい、うん、柔らかい、うん、あ、美味しい、これ、うん、このね、米のね、潰し加減がね、絶妙。うんうんうん、これなんかね、あの、フライパンでも、うん、グリルでもできるそうなんで。そうなんだ、うん、なんか余ったご飯があったらやってみるといいですよ。美味しい、たまらん。以上、五平餅でした。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はい、はい。